られるのですね。ここから離れよう。私が道を開くから、みんなついてきて。はい。ごめん、ディオネ。どーりゃあ。参ります。負けさせないよ。こんな感じでどう？出やがったな。愛こそすべて。やっ。装備に抜かりはないな。出たな。ポカポカするな。ねえ。合図を逃がしたはいいが、斧をなくしてしまったの。しかし相当下に落とされたようだな。竜の壺で落ちたばかりだが、ダンジョンなら8階層分といったところか。半数以上の下っ端どもとはぐれてしまったが、ここにいないティオナとティオネの元におればいいが。奴らは時代が巡っても自決兵か。いいか、
レフィアたちの情報が確かならそいつらは自爆するぞ。え？願いの代償をここに。冒険者もモンスターもお構いなしか。逃げるぞお前たち。行きますよ。こんな感じでどう？出たな。ポカポカするな。タナト様、万歳！話には聞いていたけど、むちゃくちゃです。こんな狭い通路で自爆されたらさすがに逃げ場などないの。静かになった。敵の追撃が止んだの？やりました！バルカ様、タナト様。ん？我らにあだなす賊をこのトリスが追い込みました。追い込んだ。この間合いで自爆してもわしらを巻き込むには。ガレスさん走れ。奴は壁に仕込んだ火炎石を誘爆するつもりじゃ。何？主よ、どうか我が願いをお聞き届けください。いい結果ね。この調子で精進するといいわ。来やがる。どういうことだ。ここはダンジョンじゃねえんだぞ。フィンたちの居場所もわからねえってのに、何なんだこの迷宮は。見つけたぜ。なんだあの野郎は。しかし、ダセー服だぜ、ったく。万が一のための変装とはいえ、やってられねえな。まあいい。じゃあ、会って早々だが、死ね。迷い込め、果てなき幻想。ホベートール・ダイダロス。関係なく同士打ちを引き起こすクソったれな威力のな。
見てからかわしてんじゃねえよバナルガンド。これだからロキファミリアはよ。だがあの野郎の仲間は捕らえた。なら釣れるか。いいのかバナルガンド、早くなんとかしねえとお仲間が共倒れしちまうぜ。あの野郎。我らが始祖赤日のダイダロスはダンジョンに劣らぬ最高傑作を作り出そうとした。それがここクノッソス。連綿と続く血族が残された設計図をもとに完成を目指す。始祖とその系譜たる我らの大門、未だ完成など見えぬ千年来の作品だ。始祖の設計図に手を加え独自の改造を施してやる。不本意であるがこれもイビルスとの契約だ。奴らがいなければ我らは悲願を遂げることはできない。扉の操作、罠の発動、クノッソスはダイダロスの意のままに振る舞う。ここはかのダンジョンよりはるかに悪意ある迷宮。オラリオに救う悪を守るだけのただのアジトではない。ここに足を踏み入れた時点でお前たちの命運は尽きていたのだ。獲物を群れから引き離し仕留める、狩りの基本だ。互いを補完するパーティーがいなければ冒険者はろくに力も発揮できない雑敗たる存在。ロキファミリアも例外ではない。ロキファミリアといえど仲間がいなければこうもあれ。鍵を持たないお前たちにはこのクノッソスの攻略まで不可能。終わりだ。残るはエルフたちと剣気。武神の名に恥じぬ戦いを。レフィーヤ、私が前衛を務める。前へ出るな。はい。参ります。こんな感じでどう？参ります。愛こそ全て。はっ。参ります。こんな感じでどう？周囲に敵は見えない。問題ない。進むぞ。
レフィーヤ、私はこのまま外の出口を探すべきだと思う。え？下へ落ちていった仲間を案ずるお前の気持ちはわかる。だが今はなんとかこの迷宮から脱出し、外に救援を求めるべきだ。それは。でたらめにこの迷宮を徘徊していては、私たちの身も危うい。目指すべきは下ではなく上のはずだ。団長たちを追うより、リベリア様たちに救援を求める。間違いなく正論。理屈では分かってる。でも止まれ、レフィア。何かあったんですか？静かにしろ。あれは24階層に現れた仮面のクリーチャー。いったようだな。危なかったですね。でも今の音は扉が開く音に似ていたような。あ、追ってみよう。でしょうか？それはわからないが、扉の向こうは地下水路だ。やったぞレフィア、外に繋がっている。この扉は時間が経つと閉じる仕掛けのようだ。モンスターも敵もいない。一気に出よう、レフィア。レフィア。名のもとに願う。ふぶけ、三度の幻冬、我が名はアールブ、ウィンフィンブルベトル。開いた扉ごと通路を凍らせた。何をしているレフィア。フィルビスさん、あなたはこのまま外に出て、リベリア様を連れてきてください。私は引き返します。何を言っている。引き返すなど、この迷宮に。バカを言うな。一人で戻って何になる。フィルビスさんが言っていることは正しいって分かっています。私一人なんかが引き返しても何もできないかもしれない。でもここで助けを待っていたら間に合わないかもしれない。出口の場所は分かりました。扉も凍てつかせた。しばらくは開いた状態を保てます。こちらから迎えに行った方が団長たちと合流できる時間が短縮できる。無茶だ。お前の言っていることは愚かな希望的観測に過ぎない。それもきっと正しい。全部あなたの言う通りだと思います。でもごめんなさいフィルビスさん、私はファミリアのみんなを見捨てたくない。それなら私もお前についていく。でもフィルビスさん、誰かが助けを呼んでこなくちゃ。お前を一人になんかできない。
仲間まで。なんて強情なんだ。なんて、危なっかしいんだ、お前は。どうして私の気持ちを考えてくれないんだ。私だって、お前を死なせたくないと思っているのに。私は、お前を。私は、お前と行動を共にする。ここに残ろうが、迷宮に舞い戻ろうが。お前が我を通すというのなら、私もこの思いを曲げない。フィルビスさん。凍りついた扉がもう溶け始めてる。早く決めないといけない。杖の魔法石を砕いて、信じるしかない。リベリア様、どうか。行きましょう。フィルビスさん、ありがとう。ラブ&ピース。一丁暴れてやるか。ダンジョンと同じくらい広い。こんな人工の迷宮をずっと作っていたの。ティオナたちは心配だけど、今しなきゃいけないのは敵との接触。また階段？ここから下に。感覚は…なんだろう、この感じ。あれは…扉が開いてる。容器、何かが入ってた。この感覚、あの時の。それじゃあこの部屋は、この容器の中にいたのは。やはりここに来たか。あなたは精霊の気配に引き寄せられ、ハムスのようにここへやってくる。エニオの言う通りだったな。タナトスたちの言うことなど聞かず、ここで待っていればよかった。久しぶりだな、アリア。こうしてまたお前に会うまで長かった。神さんを舐めさせられたあの日か。ここに宝玉があったの。答える必要があるのか。もう理解しているだろう。今はどこに。この迷宮のどこかに潜んでいる。探してみる。できるものが。剣の血は何。あのパルームを切ってやった槍を使うあいつだ。とどめを刺すには至らなかった。今頃イビリスの連中の手で葬られているはずだ。
嘘。事実。フィンがやられるわけない。の槍の穂先。安心しろ。お前の始末を終えた。他の仲間もすぐに追わせてみんな行こう。負けさせないよ。前とは全然違う。お前から仕掛けてくるのは初めてだな。だが、ああそうだったな。この剣では殺してしまう。使うなら、カースは込められていないこちらの剣だ。風を使っておけよ、アリア。死なれて後で面倒だ。テンペスト。お前たち本当に仲間の死に敏感だな。動揺が透けて見えるぞ。私の勝ちだな、アリア。やったね、みんな。おのおの方、抜かりなく。これで剣気もレビスが仕留めた。我らの勝利は目前。残る問題はエルフたちの位置が分からないこと。ディオティルソス。また魔法か。迷宮の随所、彫像やレリーフに隠されている目が潰されている。モンスターを迎撃するために魔法を放ち、目が巻き添えになっている。故意ではなく、偶然のようだ。私がここからいくら扉のような遠隔操作したとしても、正確な場所を把握できなければ意味がない。実に運がいい。一度一階層まで行ったようだが、今は四階層に出没している。動きが不鮮明だな。何を狙っている。この先は。出たな。愛こそすべて。てあっ、キャー。出たな。蹴散らしてやりなさい。出たな。こんな感じでどう？レフィア、撃て！アルクスレイ！
まで潜ってるんでしょう。ダンジョンで培った感覚を信用するなら4階層あたりといったところだろう。来た道には印をつけている。これで帰り道は迷わずに済むはずだ。マッピングも進めているが、そこまで得意なわけでは。フィルビスさん、あれは。ここは迷宮というより遺跡。それにこれは壁画。ああ、どれも人類がモンスターから逃げ戻っている。全て古代のもののようだが。この一番大きい壁画は竜。周囲にいるのは生贄の娘、それとも聖女。数は6人、まるで祈り子にも見えるような。そいつニーズホッグって言うんだってさ。ベヒーモス、リヴァイアさん、そして赤眼の竜、三大クエストの目標。黒竜たちが出てくるまで地上を恐怖のどん底に陥れていたモンスターだよ。あなたは。俺はタナトス、君たちの言うところのイビルスの残りカス、それの主審さ。それじゃあなたがイビルスの意志を引き継いでこんな三党組織を作ったんですか。引き継いだっていうのはちょっと違う。もともと俺もイビルスの邪神だし、聖者の戦いの中で俺だけ召喚を免れたってだけの話さ。それじゃああなたは邪神の最後の生き残り。そういうこと。ま、残党を率いていることは否定しないよ。主神に先立たれたバレッタちゃんたちを拾ったのも俺。この5年間の間に言うことを聞いてくれる子たちを集めていたのも俺。レヴィスちゃんたちの誘いに乗ってオラリオを壊そうとしているのも全部俺。それならあなたがエニオなんですか。俺がエニオ。違う違う、姿も見せない声も聞いたことがない、いるのかもわからない。本当に神なのかも疑うし、そんなやつじゃないよ俺は。知らない、姿も声も。まあ、レヴィスちゃんやエインちゃんの話じゃ、今やろうとしているアルダクミは全てエニオの考えらしいんだけどね。その壁画もエニオがどっかの遺跡から持ってこさせたらしいよ。ニーズホックは闇と絶望の象徴。エニオはオラリオどころか下界を滅ぼす竜にでもなりたいのかな。それにしてもよくここまで来たね。クノッソスに惑わされないでここまでたどり着ける子たちがいるなんて思っても見なかった。素直に驚いてるよ。確か君たちは、君がサウザンドエルフのレフィアちゃん、それで君がマイナデス・フィルビスちゃんだったかな。あれ、君どこかで。ああそっか、そういうことか。27階層の悪夢、あれから君も大変な目に遭ったわけだ。
フィルビスさん。言っておくけど、あれ俺は加担してないからね。だから逆恨みとかやめてよ。どうしてあなたは、あなたたちはオラリオを滅ぼそうとしているんですか。神様なのにどうして下界を混乱させるような真似を。邪神って呼ばれていた連中にもいろいろいたんだけど、単純に退屈を嫌ったやつ、秩序が大嫌いで混沌を歌っていたやつ、英雄のために必要悪になろうとしたやつ、弁明のしようもないクズはもちろんいたけど、レフィアちゃんが思ってるほど愉快犯や快楽主義者ってわけじゃなかったんだよ。何が言いたいんですか。つまりさ、そんなたくさんの邪神の中で俺は死の神だから、死がより多くの命を望んじゃうのはいけないことかな。俺はさ、これでも天界じゃ真面目なやつで通ってたの。天に帰る子供たちの魂を管理して漂白して、それで再び生まれ変わらせて、ワーカホリックってやつ。下界の住人の転生を担っていたということですか。そう、ドロドロになって帰ってくる魂が赤ん坊みたいに漂白されていく光景好きだったんだ。昔は良かった。どんどん子供たちが死んで俺も働けて。でも今は違う。オラリオがモンスターを、ダンジョンを封じたから。地上を暴れ回るモンスターが自分たちの領分を超えてやってきた。あっちの方が正しくないのは分かってるんだけどさ。それでも俺は、あの良き時代に戻ってほしいわけ。何を言ってるんですか。今の下界は、性が溢れすぎている。なまじファルナなんてものももたらされてしまったから。生と死は表裏だよ。帰ってくるものがなければ巡るものも巡らない。だからこれから言うことは俺の持論。子供たちはもうちょっと死んでもいい。いい結果ね。この調子で精進するといいわ。